皆さんこんにちは、ブランクラス放送室です。ブランクラスの宮沢です。12月10日土曜日の、ブランクラスライブアートは、アーティスト遠藤舞さんがリテイク神の子を妊娠した改めアートプロジェクト僕は神の子を妊娠したプロジェクト2、代理母マリアの出産を発表されます。コーディネーターは川口遥さんです。リテイク僕は神の子を妊娠した改め、アートプロジェクト僕は神の子を妊娠したプロジェクト2代理母マリアの出産は、去年の12月に僕は神の子を妊娠したというタイトルで遠藤さんが、阿佐ヶ谷のタブギャラリーにて、発表された作品の設定 の中にある、場面を、新たに撮影するというイベントです。今回の放送室は、事前の打ち合わせや取材を兼ねた、3つの音声を、録音したラジオとなっております。ラジオなので、電車の中とか、家の中で、家事とか料理をしながらとか、運転しながら、作業をしながらなど、聞き流してもらいたいというのが、川口さんの願いみたいです。それでは一つ目の、音声ですね。11月4日に遠藤さん、遠藤舞さん、川口遥さん、野本直樹さんと僕宮沢響での4人で収録した、音声をお聞きください。ノーベンバーフォーノーベンバーフォーフライデーレディオあ、ちょっともう一回やっていい？あ、いいの。え、リテイク。リテイクも撮ればいい。撮ればいいじゃん。じゃあ、ここから始めよう。じゃあ、いきます。はい。ノーベンバーフォーノーベンバーフォーフライデーレディオ始まりました。11月4日金曜日レイディオ、パーソナリティは川口遥と遠藤舞です。今日のゲストはウラブラのお二人です。どうもこんにちは、ウラブラの宮沢です。こんにちは、野本です。今日収録している会場がワンダーサイトのポスト ER オフィス店なんですけれども、あ、前回もここで収録しましたね。で、今日この展覧会で、スタッフとしてお留守番しているウラブラのお二人にもこう緊急で参加していただけることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、前回に引き続き今度12月10日に糸ヶ谷のブランクラスで開催される遠藤舞さんの作品リテイク僕は神の子を妊娠したの打ち合わせを兼ねてもいる、ラジオです。前回は伊坂里真礼さんが参加してくださって3人で盛り上がったトークをしましたね。そうでしたね。なんかどんなトークをしたかちょっと今2人で思い出してというか、まあそこからちょっと引き受けてもなんていうかいいかなとも思うし、まあ、引き受けなくて新しいトピックを持ち出して話してもいいかなとも思っています、うん、そうですね。なんか前回話したのは、まあ、そのマリ君がたまたま来てくれたことで、その僕は神の子を妊娠したっていうのを去年の12月にやった作品なんですけど、その去年どういうことをやったかっていうのをちょっとこう思い出すような話になって、あ、そうですね。伊坂里真礼さんが去年、阿佐ヶ谷のギャラリー、タブギャラリー、そう、タブギャラリーの
あ、そうだ、見に来てくれた。一緒に見に。あ、そうですね。フラフラの2人も見に行かれたそうですが、タブギャラリーで開催した時の、まあ、企画者であったために、まあそのマレさんと、マイさんの2人の、まあ、結構ちょっと2人の観点から見た話を聞くことができて、うん、すごく良かったなと思います。そうですね。なんかそう、私は今日ちょっと話したいことをも今日持ってきた感じなんですけど、うん、はい、その前回割と香口さんもそのお客さんとして見に来てくれたから、その、はい、なんかプロセスを知らずに、まあその最終的な作品の形を見てくれて、そこで感じたことっていうのと、そのマレ君プロセスをまあ知ってて何をやりたかったかっていうのを知った上で作品を見てくれたマレ君の2人から、あの作品がなんかどう見えたかみたいな話をまあ聞いたりとかして、なんかそれでこう、その川口さんとなんか私がやりたかったことと、でも香口さんが受け取ったことのズレみたいなのもあったなって思ったりとか、あとはそのリテイクするにあたって結局そのリテイクしたものをまた作品に内包させたいんですけど、その時にどうしてもお客さんがその作品の中に入るようになるから、お客さんにどこまでそのこう協力してもらえるかというか、まあ、どこまで作品のなんていうかこう、まあ、中身どういうことを起こすので、それに対してこうどう協力してくださいみたいなのを、まあ、ある意味それってネタバラシになってしまうんですけど、そういうネタバラシをして参加してもらうのか、あるいはもうちょっとハプニング的にその参加してもらうことになるのかと、その辺の話もなんか先週したような気がしていて、ちょっとその辺の続きで話したいなと、ぜひぜひ思ってる感じなんですが、お湯が沸いたのかな。お湯が沸きましたね、すごいいいタイミング、いい音。あとこの前のラジオに収録してないんだけど、その後に川口さんがそのなんか作品の中に出てくる登場人物を、まあ、私自身が演じてるから、そのどこまでその遠藤舞でどこまでがなんていうかこう作品の中の人としているのかっていうのを、その境界が、例えば扱ってるモチーフがその妊娠とかだったりすると、うん、すごく分からないというか、うん、でも私はその辺を分けたいみたいな欲求は結構あって、自分のことではないこととしてその人を演じたいみたいなのがあるんだけど、でもお客さんからするとよく分かんないっていうか、これ自分のことを言ってるんじゃないかって見えちゃうみたいなのを、どうする問題みたいなのも先週そのラジオ外のところで出てきて、それはちょっとどうしようって考えてるんだけど、それってなんか僕あのあれ両国じゃなくてなんだっけ、亀有の時の展示で、遠藤さんがあのフェミニストになってバーって喋りまくるっていう作品を見た時もまあ思ったんですけど、遠藤さんが喋ってるなみたいな、でちょっと次会う時にちょっとドキドキしちゃうみたいなやばい怒られるみたいな俺男だしみたいな、そういう感覚っていうのはやっぱあって、この、タブギャラリーの時もやっぱりよ、それは似たような感覚はちょっと覚えましたね、でもそれはなんか、僕が遠藤さんを知ってるから、もともとのこう遠藤さんの人格とか性格みたいなものを、まあ、少なからず知ってるからみたいなところもあるのかなとは思うんですけど、その辺は初めて見た遠藤さんの作品、遠藤さんと遠藤さんの作品を見た人とはどう違うかっていうのはまあはっきり分からないけど、まあなんかその問題については僕もちょっと遠藤さんの作品について結構気になってるは言いますね、人は多いかもしれなくて、でもなんか今回の作品の中でそういうことが遠藤さんがはっきりと宣言できるような気がして、
なんかそれは分けたいと思ってるっていう意思がある、うん、そういう場になればいいかなと思うので、うん、なんかそういうことで、まあ、またその次の作品が作りやすくなったらいいなって思ってます、うんうんうん、なんかそのすごい曖昧な状態になる理由として、うん、私の都合みたいなのも結構あって、そのなんか自分っていうそのなんていうの、役を演じるみたいになった時に、うん、私じゃできない役とかってたくさん あるっていうか、それってどういう、なんか例えば私あの終了作品、芸大の修了作品で、うん、なんか12人の女性の演技を順番にするっていう作品をやったんですけど、うん、その時にその演出家と稽古をしてて、なんか12人以外にもいくつかそのやりたい候補っていうのがあっていろいろやってたんだけど、うん、全然できてないみたいなって言われて、その採用されなかった人っていうのは結構いて、例えばなんか新興宗教の教祖様の女性とか、うん、私はどうしてもそういう女性に見えなくてえ、それはな、自分で見えない、いやもうその、うん、演出家の子が、あなんか舞ちゃんってこれできないんだねみたいな、ちょっとこれはそのやらない、今はやれないからやらない方がいいと思うみたいなことを言われてなんかできなかったものとかも結構あって、だからそういうちょっと理由が あるっていうか、なんかそういう都合もあったりするなっていうのをちょっとその後、この前の川口さんの後に考えたりはしたんですが、うん、でそれはつまり、うん、どういうことだ、どういうことかちょっとまだよく分かってないんですけど、なんかどういうふうにつながってくるの？いやいや、だからその、遠藤さんと、うんうん、その遠藤さんが演じてるものっていうのを、うんうん、見る人は、うん、その同一のものとしてしまうっていう話の時に、どうしても同一に見えないものもある、うん、その事情があるっていうことを言ってて、その事情は、そう、なんか親和性の高いキャラと、うん、ちょっとその自分にもからあまりにも遠すぎるキャラみたいなのが、うん、割とその影響してるというか、うん、その自分の演じやすさみたいなことと、演じやすいものを選択してしまうとどうしても、うん、その私か私じゃないかみたいな境界がなんか曖昧になってしまうのかな。そのなんか信仰宗教の教祖様っていうのは、遠藤さん的にはこれ自分でできるなみたいな思ってたんですか？それを人からだってできるないよって言われたわけで。そう、なんかそのでも信仰宗教の教祖様を、まあ、最初演じたいと思ったら、うんうん、面白いなこの人と思って、うん、そう、それでやってたんだけどあんまりそのこう堂々としてないみたいなとか、そう、いやでも言われたわけですよね。あでも自分では分かんない、自分ではそうあんまりその時よく分かってなくて、でも確かにできてないかもっていうちょっとうさんくささというか、その人をこう魅了できない、こんな喋り方じゃ競争としてやっていけないみたいな感じとかはあったんですけど、うーん、なるほど。つまりなんかできてしまうから発生してしまう問題っていうことかな、かなと思ったりした。まあ少なからずありそうですよね。でまあちょっとそれはでもちょっと保留して、ではいはい、今日は具体的にそのブランクラスでやりたいことをちょっと提案したいなと思ったんですけど、その先週のラジオで、の途中でじゃあ実際ブランクラスで何やるかって話した時に、その出産をしたいって言ったアイディアをもうちょっとその実現する方向で考えたいなと思って。でその話したいんですけど、まず最初に、ちょっとおさらい的な感じで、はい、その僕は神の子を妊娠したがどういうもの で、 そうですね、で今回そのでそれの何やるかっていうのをちょっと自分なりの整理を伝えたいんですけど、うん、僕は神の子を妊娠したっていう作品は、まあ、アートプロジェクトをそのしました、でそのアートプロジェクトしましたみたいなことを、まあ、プレゼンするっていう形式の作品になってるんですけど、まあ、まずそのアーティストが
います、はい、でそのアーティストっていうのはこう妊娠じゃないや自分の子供がすごい欲しいんだけど、うん、でもバリバリ働いてるし、うん、その妊娠したりとかそういうこうなんか出産とかっていう時間のためにその仕事に穴が開いてしまうっていうことがどうしてもやっぱりできないから欲しいけど産めないっていう悩みを抱えてるマリアっていう女性がいて、うん、でその人ともう片方で自分はその自分の子供を育てたいみたいな欲求は全然ないんだけどでもまあその子宮っていうものを持っている人間としてなんかこれをこの自分の体をなんか社会に役立てれるんだったら進んでそういうことやりたいと思ってるような女の人その人もまあ一応マリアっていう女の人なんですけどこの2人をあのマッチングさせるとそのお互いが希望してるものがまあ合致する形で幸せな出産ができるんじゃないかって考えてだから代理母出産をアートプロジェクトとしてやりましたやろうと思ってますみたいなことをまあそのアーティストはまあ自分の作品としてプレゼンするで最終的にそのアーティストはだから代理母出産をするみたいなことがなんか社会の中のイレギュラーな形ではなくてその出産したいっていう人と子供欲しいっていう人が親密な関係性を結べばそのお互いがお互いのこう欲求とかをちゃんと分かった状態で親しい関係を結んで幸せな代理母出産みたいなことを行うっていうのを その関係性に名前をつけてだから結婚みたいなこととかと同じぐらいなんか社会的に認められるものとして提示すればもっとなんか住みよい社会になるんじゃないかみたいなことをいいよねって言って提案するアーティストの、うんまあ、作品そういうお話として作ったんですけどで一応そういう話の軸はこの僕は神の子を妊娠したっていうのにもうすでに今ある状態ででもそれをそのこうプレゼンする時に必要な、まあ、こう資料的要素というか、うんそれがただ単に説明するだけではなくて、まあ、パワポを使ったりとかなんか記録資料として映像をその使ったりとかして最終的にそういうまあドキュメントをまあもうちょっと増やしていきたいでそのお話にまあ肉をつけていきたいっていう今感じなのでリテイクをしたいんですけどで今回その肉付けの一つとしてそのマリア、あ、どっちもマリアなんだけどその自分の体を使ってほしいだからこう代理母になりますって言ってる女性がなぜ私はそういうことを選んだかみたいなのをこうインタビュー形式で答えるトークイベントと実際にそのもうお腹がすでに大きい状態でそれを行ってそうするとそのトークイベント中に産気づいちゃうでなんかもう生まれるみたいな状態になって、まあ、出産へつながるみたいな場面をプランクラスでやりたい、うん、と思っている感じです、うん、なるほど。なんかでそれって代理出産ちょっと今整理できなくなっちゃったんだけど、はい、すいません、ちょっと失礼します。なんかありますか？先に、うん、なんか内容とか実際に何をやるかっていうことは肉付けしていくためにこの間前回の打ち合わせで話されたことをプラスどういう部分を今回肉付けしていこうってなんか具体的に考えてたりしますか？具体的には、うん、ブランクラスでは、うん、その代理母になった人のトークイベントの開催っていうことと、うんうんうん、でそこからハプニング的に、うん、そのお腹がなんていうか産気づいて、うん、
産みます生まれるみたいなところまでのプロセスをやりたいと思ってるんですけど、でそれをやるにあたってまずパターンとしては2つ、まず私はちょっと2つそのどこまでの終わりをどこにするかっていうのが2パターンあって、1個はブランクラスで産みますって決めて、そこで赤ちゃんが生まれたみたいなところまでやるパターンと、もう一個はそのお腹痛いってなって、じゃあとりあえず救急車呼ぼうってなって、その救急車が来るまでのなんていうかこう間、その痛いけどすごい生まれそうだけどでもここで産むわけにはいかないから、なんかなんとかちょっと来るまで耐えてみたいなので、みんながそのこうあたふたしてるというかっていうまでをそのイベントとしてやるか、 どっちかかなと思ってる。実際に出産するか、出産の手前の救急車を呼んでそれが来るまでを。これちょっと全然話が読めてないんだけどあのそれは遠藤さんが全部いい、はい、ってこと。そう、ね、その私がマリア役を演じるので、はい、私がそこでお腹痛くなって、でっていう話ですよね。そうです、はいはいはい、そうです、すみません、すみません、いやそこがそうです、説明できない。それって結構重要なんですか、その違いっていうのは。あ、違い、はい、なんかでですね、でそれに伴い、そのまずお客さん、いろいろちょっと考えたいことがいっぱいあって、あんまりうまく喋れるかわかんないんですけど、まずお客さんにどういう周知の仕方をするか、だからその、まあ、リテイクで作品の再撮影しますっていうことはもう告知でされてるんだけど、その内容として、だからまずそれはリテイクして再撮影するってことは、お客さんも一応映像に映り込む人としてそこに来てもらって、その映ってるってことが今後作品に使われますっていうのをまあ了解してもらわないといけないなと思うんですけど、でその上でじゃあ内容がどういうものであるかっていうのが、例えばトークイベントをやりますっていうことだけ知らされてて、でその実際にお腹痛くなって産むみたいなその一連の流れはお客さんは全然知らされてない状態でやるのか、あるいはそのそういう途中でハプニングが起こって、そのハプニングにも対応してくださいみたいなのをあらかじめ知ってもらった状態で一緒にそういう状況を作り上げていくのかっていうのもちょっと今悩んでるのと、で、あと、まあそれと別にその救急車呼ぶまでにするかっていうのと、あと最後までやるかっていうのの違いは、リアルな時間軸としてその救急車呼ぶまでの方が実際にタイムスケールとして現実的だし、その最後まで産むってなると、例えば途中の時間をカットしなきゃいけない、なんか途中なんてあれって多分産むのにもっと何時間と時間がかかるだろうから、それをブランクラスのイベント内でやろうとすると、まあ嘘が入り込む、嘘の要素が強くなってくる。まあ、でも人によっては産気づいてから30分で生まれる人もいるから可能ではあると思う。でその辺をそうっていう現実の虚実もないんですけどまたなんか最初の話の状況になってるような感じそうで、例えばもしカット入れますみたいな込みでそのイベントとしてそのデザインすると、まあお客さんはだからそういうカットとかも経験するってことになるじゃないですか。カットっていうのは30分とかかけずにその出産シーンを、そう5分とかでやるとかってことですよね。そう、最初トークイベントやってて産気づいて、そっからしばらくうわーって力んでるみたいな時間がすぐ生まれちゃうっていうのは現実的ではないから、そこにカットっていうものが入ってるってことですよね。そう、あ、編集時間のカットが入るってことです
そう、だから本当にそれはイベント内でってこと？うん、ドラマ撮影的になるっていうか、うん、途中、じゃあちょっと休憩しましょうってなって、じゃあもう一回このシーンから始めましょう、あ、なんかそういうことみたいな、何も頭が入るそうそう、うんうん、とかになりうるし、とか、うん、確かにそうですね、違う、はい、いますね。でも今バーッとちょっとそこにまたさらに付け加えてちょっと喋っちゃったんですか、はい、すごいごちゃごちゃになりそうで、で、うん、さらにそのそういうでもシーンリテイク1回でいいのかみたいなのもちょっと悩んで、うん、その1回だけそういうシーンを最初から最後までやって終わりにするか、うん、あるいはもう何回もそのテイクを重ねる、だからお客さんにはこれはそういう撮影ですっていうのを了解してもらった上でその何回も出産シーンやるとか、うん、その質なんかドキュメントのそれは質をこう向上させるために、うん、ドキュメント、その場合なんかね僕、うん、あんまやりたいことがちょっとあの、うん、伝わってなくて、多分なんかドキュメント、はい、上演みたいな形でやられるのか、うん、それともこう、はい、なんかこう、なんつうの、あ、でも、遠藤さんは本当にうまいじゃないっていうのは分かってるんだけど、うん、なんだろう、現実を捉えてるものじゃなくてもドキュメントって言えるのかみたいなことですか。あ、そこまで難しいこと言わなくてもいいと思うんだけど、あ、ドキュメントってちょっと使ったのが悪くて、あ、そう、なんか、まあ、作品のドキュメントではあるけど、あ、作品のドキュメント、ドキュメントではないみたいな、あ、作品のドキュメントっていうことですね、うん、ああ、うんうんうん、あ、じゃあそれ、着地点は映像にあるっていうふうに思って聞いてたんだけど、うん、そうじゃなくて、まあイベント自体もなんかこう一つの作品としてあってみたいな、うんうん、公開撮影ですっていう感じじゃなくて、うん、そこで、うん、そう、公開撮影っていう作品、うんうんうん、リテイク、うんうんうん、なるほど、はい、なんか架空のその、うん、アートプロジェクトの一部みたいな感じ、うん、架空の、あ、そう、そこもなんかあれで、うん、その最初に言ってた、去年の12月にやってた、うん、タブギャラリーのやつは、うん、架空のアートプロジェクトっていうふうに言ってましたけど、うん、のプレゼンだったんですよ、ね、そうです、実際にあのプロジェクトやってるわけじゃないんです、うんうん、で映像も含めてあれはプレゼン資料みたいな、そうそう、一応そういう感じでやってました、うんうんうん、なるほど、あ、それはそう、今、うんうん、で、それのプラスしてそのインタビューを、代理判出産の人のインタビューをブランクラスでやるでやるっていうのがリテイクリテイクことですね、あ、うん、なんか全体像がまあ、はい、分かってきました。救急車を呼ぶ場合はリテイクが何回もできないんですかね、うん、救急車呼ぶのは例えば本当に救急車呼ぶの、でも例えば川口さんがなんか適当に誰か違う電話番号のところにかけてお客さんに、うん、あのこれで出たらちょっと救急車の人に言ってくださいみたいなそういう形でその実際に呼ばなくとも呼んでる演出とかはできるのかなと、なんか実際には呼ばない、本当の救急車が来ないようにする、まあする、とかの方が何回も取れるからいいかなと、うん、ちょっとね、倫理的にもどうかね本当に呼んだら本当に呼んだ、うん、なんか例えば具体的なイメージを今つかみたいから聞きたいんですけど、例えばその救急車を呼ぶ場合には救急車が来るまで上演が続くわけじゃないですか、うん、その救急車が来た瞬間っていうのはどういうふうに表現できるのかなって思って、うん、実際に本当に呼んだらピポピポって来るから終わりが分かるんだけど、うんうん、確かになんかいい演出の方法があるかなって、確かにピポピポってでも聞こえた方がいいよね、どうなんだろう、わからない、聞こえなくてもいいのかもしれない。
深夜って実際鳴らさないのか、なんか深夜って設定なのあでも別に深夜じゃなくても、うん、呼ぶときに近所の迷惑になっちゃうから、うん、鳴らさないでくださいって言えば鳴らさないでくれるんだけど、あそうなんだ、なんか深夜でも言わなければ鳴らしてきたりする、ああなるほど、あどうなんだろう、うん、そういう場合があるんですか、でもなんかそこ住宅地だしなんか鳴らさないで来てもらう方がいいかも、あってなるとなったっけの終わりの合図にならないから、うん、ならないけど、うん、なんかこう古典的な演劇とかだと、うん、音響をねピーポーピーポーとどこか救急車が来たわみたいな感じに、確かにその車は現れなくても、うん、救急車が音に反応するみたいなのはなんとなく想像しちゃうんだけど、それはある、ある、あと終わりがなんかちょっとこう運ばれてあの空間からそのマリアさんがいなくなるところまでやるのがいいかなと思って、ああそうなんだ、あ運ばれて、運ばれて、うん、だから例えば春尾さんとかが、うん、じゃあ下まで連れていくって言ってなんかこう簡易的な担架とかで、担架とかみんなで運ぶみたいな、なんか単純な疑問なんだけど、うん、なんか添さん気づいた時って救急車呼ぶんですかね、なんかタクシーで行ってるイメージがあある、あいやそうどうなんだろう、タクシーで行くイメージありますね、でもありますよね、多分救急車で行くより早いからと思う、ああそうか、そうだよね、より片道の方が早いから、そうだよね、そういう、なるほど、うん、最寄り病院が決まってれば、うんうん、そうですね、大抵決まってるから、はい、るし、うん、でも変なところだったら呼んだりするのかな、タクシーが来ないとことか、その、代理母出産の人っていうのはどこに住んでるんですか、うん、あ、住んでる場所、うん、住んでる場所に今設定ない、ないです、ないんだ、でも音大生であのオペラとか歌ってる人え、どこ大、もうやっぱり芸大かな、やっぱり芸大しか私知らないからそう、でも、どうなんだろうね、その出産のシステム的に言うと、うん、例えばじゃあ千葉にその人住んでるとするじゃないですか、うん、で千葉の、市原に病院行ってる病院があって、うん、あでブランクラスに来てるわけじゃないですか、めっちゃ遠い井戸ヶ谷、うん、で絶対行けないじゃん、間に合わないじゃん、思い出した、あ思い出したっていうかちょっと違う話かもしれないけど、いい、うん、救急車って病院が普通選べないんですよ、だから行きつけの病院があっても、うん、その救急車が行くあの病院に管轄が、管轄内の病院にしか連れてってくれないんです、うん、なんか一回乗ったことがあって病院指定したら怒られた、タクシーで行ってくださいみたいな、怒られない、うちはタクシーじゃないですから、へえそうなんだえ、じゃあどうなるんだろう、産む人どうしてるんだ、多分うーん、まあ、最寄りのとことかに普通に行くんじゃないかな、確かに、うん、そっか、そんなタイミングでトークイベントとか普通しないよ、ちょっと無理ですっていう出産はよほどイレギュラーな感じなんで、なんかそのマリア様の前、うん、昨年やってた展覧会から似ていくっていうところが、うん、なのそのかなり代理母出産とかについて知ってるはずのマリア様が結構今回のイベントでドジを踏むみたいなのがなんかちょっとこうスムーズじゃない気がする、うんうん、なんか僕は、あそのハプニングになるってことは、そ出産するのがマリアさん、え、ドジっていうのを言うのはどうですか、もっと準備できてるはず、あ、確かに、でも二人のマリアが一緒にいる方が説得力あるっていうか、まあ、そういうのはあるかなのに、なんか、うん、確かに、安静にしてたりするもんね、うん、つまり、だから あの映像、あの12月タブでやってたやつは、うん、こんにちは、あれだよね、その結構いろいろ考えてて、うん、そういう哲学もあったりして、うん、で、なんかこういろいろリサーチもしてて、うん、みたいな、うん、マリア様、マリア様、そう、あ、うん、でもリサーチしてるのはアーティストの方、アーティストの方、私がリサーチしてて、
でもなんかこう確かにしっかりしてそうな感じはする、うんうんうん、自分で選択してその準備を多分去年の展覧会の時期にやっていて、うん、で実際に、まあ、妊娠して誕生確定して、うん、次のブランクラスのイベントを迎えた時に、うん、っていう、うん、そこはなんかハプニング的に出産タイミングを迎えるっていうのがなんかどうしても、まあ、その最初の話に戻ってしまうかもしれないけど、演出の要素が強く見えるようなその全体を通して見たときに、でも、まあ、そこが面白いところなのかもしれないんですけど、なんかでもそれはハプニングみたいな風な捉えられ方じゃないように演出するみたいなことができたらなんか面白いのかなとか、ただでも分かんないのはやっぱり、その妊婦さんがどういう状態体調なのかっていうのを全く知らないから、うん、なんか、まあ、今話してることっていうのも、うん、多分外れてたりもすると思うんですよね。僕1週間ぐらい前に姉に子供が生まれて、そんなに、まあ、あんまり大変じゃなかった。あ、そうなの。それは結構楽しそう。初めてのお子さん。初めて。あ、そうなの。でもやっぱその前の準備期間みたいなが、うん、かなりこう気を使うみたいな感じで、だから気を使うっていうのはなんかどういうことなの？なんかその生活の場を一回実家に戻っ、2ヶ月前ぐらいから実家に戻ったりとか、うん、食べ物とか、うん、なんかその生活の朝起きて一日どういう風に時間を使うかとかもうかなりその予定日に向けてなんかこう計算していってスケジューリングを考えるみたいなことがなんかその本人だけの問題っていうよりかはその周りの家族とか、僕は一緒に住んでないけど、なんかいちいち LINE で連絡が来たりとか、うん、なんかこういう感じだよとか、なんかこう写真を送られてきたりとか、言ってないけど、うん、見たいとか言ってないけど、写真を送ってきたりとか、うん、そういう、多分もう本人とか、まあ、旦那さんとかの間ではもっとこういういろんなストレスがあるんだろうけど、うん、なんか周りの人たちに対してはそれがこうなんかこう幸せなことみたいな風にのものとして情報がこう出てくるみたい な、 なんかそれはそれでなんかどうなんだろう、気を使うっていうかこっちとしてもなんかそういうことをちょっと感じたんだけど僕は。もちろんそういうふうに誰も思う人は結構多いかもしれないし、あとでも作品だから何を選ぶかっていうことは作者が決めていると、うん、声ちっちゃい。なんか、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 聞こえるかな。そう、作品だから、もう一回言うと、そう、そういうふうに思う、うん、なんか素朴にパッと、いや、これ、こんなに、なんか雑なものみたいな風に思って、うん、もしかしたらなんか変に思う人はいるかもしれないけど、うん、でも、まあ、まあその変に思われるところも含めて作家が何を選び取るかとかっていうのも表現だから、うん、なんかそれは遠藤さんが決めていいと思います、うん、まあ、雑な作品として受け取られることも別に
いいと思うし、うん、確かに。でもなんかその野本くんが言ったみたいな、そのマリアのキャラ、うん、マリアさん産むって決めた人のマリアの、うん、なんかキャラとしてこういう行動取らないかもみたいなのはちょっとなくした方がいいかなとか、うん、なんかキャラ設定をちょっとしっかり立てていきたいっていうのは、なんかキャラ設定っていう部分では多分なんだろう、出産するってことは多分キャラ設定には関わってこないと思うんですよね、うん、実際出産するのはキャラは誰であれ変わらないというか、うん、もしかしたらスケジュールとかはスケジュール、その実際に産む瞬間じゃなくて、うん、産むまでにどういう心構え形成していくかとか、ああ、そう、そういう部分に多分キャラっていうものが現れてきて、うん、なんかいざというタイミングはどのキャラでも同じっていうか、うん、で、代理母出産、それってすごい厳密に言うとそうだけど、そうでもないんじゃんと思う。なんでだっていろんな出産方法があるわけだし、ああ、例えば水中出産を選ぶとか、そうそう、帝王切開とか自然分娩、でも今回はもう割とオーソドックスな救急車を呼ぶかみたいな、うん、まあでも救急車を呼ぶっていうのとその場で出産をすることを選ぶっていうのはかなり大きな差があるけどね、キャラに。確かにそう言われれば、うん、でもどうなのかな、私が思ったそのもう少しそのもう一人の代理母である方のマリアのキャラを知るとしたら、そのなぜ代理母になりたいのかみたいなところが結構今、うん、なんだろう、大きな言葉すぎて、うんうん、代理母出産っていうのが、なんか誰かのため、うん、自分の体が社会に役立ちたいみたいなこととかね、そう、なんか自分の体が誰かのものになったらいいみたいな、それが大きな言葉すぎて、うん、そこに対する疑問はすごい湧いてくるって、うんうん、私はそんな風に思わないんだけど、うん、なぜそう思うのかを、うん、もし実在する人物だとしたら聞いてみたいって思っちゃう、うんうん、なんかそれによってキャラが作られてたらいいなと思うんだけど、うん、でもそれが遠藤さんがしたいことなのかちょっとわからない。あ、でもそれはしたいこととしては結構あるというか、うん、その実際インタビューするって時に、うん、川口さんにインタビューそのしてもらいたいなと思っていて、うん、なんかそこでそういう話は確かにちょっとしたい、うん、であともう一つ、こうやってインタビューした時にそれが全部物語でしかないっていう言い方は変だけど、なんだろう、例えばそこに遠藤さんの伝えたいメッセージがないとしたら、うん、うーん、何かそれって何だろうみたいな思ってしまう。遠藤さんの伝えたいメッセージがないっていうのは、うん、遠藤さんは、そう、なんかね、この遠藤さんがこういう風にやりたいって思ってますって今話してくれた時の最初に、なんだっけ、どういう話の仕方をしたのかな、でも、まあ、遠藤さんと作品っていうものは違うってことを今回のイベントでも、うん、まあ、何らかの形でもいいから言えたらいいんじゃないかなって私はちょっと考えていて、うん、でそれをどうやって伝えたらいいんだろうってことをやっぱ聞きながら思って、でうん、その時にそのマリアっていうのはどういうキャラクター性なのかっていうのをマリアに直接こう口頭でインタビュー形式で聞いた時に、うん、その中に入ってくるのか、うん、そのマリアの言葉から遠藤さんとは違うってことが入ってくるのか、うん、それともやっぱりそれは遠藤さんが言ってるように聞こえてしまうような表面上そういう風になってしまうのかとか、うん、そういうところをちょっと整理しながら考えていきたくて、わ、うん、かりますか？まあでも聞いてますちょっと、うん、はい、うん、まあ
的。この作品の目的、この作品の目的みたいなものが、うん、その架空の作品っていうよりもリテイクと言ってて、で一度発表した作品のピースを作るようなイベントだから、うん、架空の作品ではないと思うんだよね、ある意味、うんうん、で架空の作品ではないって どういうこと？あれ？架空の作品、あ、架空のプロジェクトであって架空の作品ではないってことか。架空のプロジェクトを発表する現実の作品ってことですよね。ちょっと入れ込みになってるから、うんうんうん、架空のプロジェクト、架空の、いや、そんなに複雑な話でもないと思うんだけど、だって架空のプロジェクト、アーティストも架空なの？アーティストも、そう、架空のアーティスト、あ、架空の、だからそのアートプロジェクトとプレゼン自体は全部架空だ、架空っていうか、まあ、そういう作品ってことですよね。それを実際に発表した現実の作品が、うん、遠藤麻衣さんが発表した作品があるんだよね。そうだね、そうだね、あ、そうだね。でも架空のアーティストの名前は遠藤麻衣なんでね、そうなんです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。え、それってなんか、そういうところも結構すごく複雑に作られてて、結構意図的にそうしてるんですか？あ、そのアーティストの名前と私の名前を、うん、うん、なんか、はいはいはい、そこになんか違う人の名前入れると変だなと思って。じゃあそこの、発表してる遠藤麻衣という、うん、アーティスト、架空のアーティストっていうのは自分とは別に別れなくてもいいっていうことなの、うん、さっき言ってたことと違う。でも分けたいっていうことです、うん、まあ、この中だけで完結させたいって思ってる、うんうん、あ、そういうことか、うんうんうん、どういうこと？ここに出てくる遠藤麻衣っていうのは、うん、この中だけで完結する、まあ、だからその違う人格とかどうこうっていうよりはその作品内で、そう、遠藤麻衣が現れ、うん、消えるみたいな。でもそれはあのすごい分かるんだけど、うん、見てるこっちとしては多分全然分かんないみたいな。で、遠藤さんじゃんみたいな。で、この現実の作品、プロジェクトのピースを今回作るんですよね。うん、そうです。うん、これが、で、架空のプロジェクトの方が代理母出産について実現するってことだよね、うん、架空のプロジェクトの内容が、あ、そうそう、結構はっきりしていて、うん、代理母出産を実現させるっていうプロジェクト、そう、実現させて、まあ、しかもその代理母出産の質みたいなものも具体的にこう提案している、うん、何でもいいから代理母になればいいとかじゃなくて、うん、そこにある関係性を大事に しましょうみたいな、うんうん、でその関係性に名前をつけましょう、うん、最終的にその名前をつけるみたいなことが、うん、まあ、ある種今でいう現代的な受胎告知ですみたいな意味合いを持たせたい、あ、受胎告知っていう名前みたいな、そう、その受胎告知っていうのが、なんかあなたは妊娠しましたってそういう、こう判断を下すみたいな、うん、その行為というか、うん、が今で言うと、なんかそのアーティストがその関係性に名前をつけるみたいなことが、うん、そう、私の言う受胎告知ですみたいな風に思われる、あ、そう、つまりこの、うん、作品、僕は神の子を妊娠したっていうのは、うん、その現代版受胎告知を考えましょうみたいなところから最初始まってるの で、うん、で最終的なオチとしては、うん、まあ、その関係性 に名前をつけて、なんか社会的な存在にするみたいなことが受胎告知になりうる、うん、関係性その関係性に名前をつけるっていう行為がってこと？そう、名前をつけるってすごくいろんな意味を持ってしまう気がしていて、うん、名前をつけるっていうのが関係性を
関係性自体をセッティングするってことを言ってるの、うん、なんかその代理母出産 の、 その代理母と代理母してもらう母との関係性に、うん、例えばこれは恋人ですとか、うん、なんかこれはその夫婦ですとか、うん、なんかそういうふうにこの2人の関係性の名前を考えて提案するっていうのをやりたい、うん、それはこういう名前をつけるっていうよりもそのペアによって名前が違うってこと？あ、うん、そのペアの関係性の名前だから どんなペアであってもその代理母と母との関係性なんか私たち付き合って恋人なんですって言うと、うん、この2人の関係性ってすごいなんて一般化されるじゃない、うん、その結婚しましたって言って私たち夫婦ですとかってなると、うん、その関係性ってその2人の内実とかは関係なくなんていうか、うん、その一般的になる。あ、つまり代理母、何、代理母と、あれ代理母って片一方の名前っていうか呼び名じゃないですか、うんうん、もう一方って何て言うんですか、母母その関係って何て言うんだっけ、は ない、はい、と思う。それにその関係性に名前をつけることが受胎告知だと思うってことですね。で最終的にその名前考えたいんですけど、うんうん、今まだ全然考えられてない。はいはいはい、なるほど。あ、うん、そういう恋人だったり親友だったり、うん、夫婦だったりっていうのは例えば関係性であり関係性の名前であり、うん、それと並列するような呼び方をつけましょうって。そういうこと。でもそれはつけましょうってつけることが必要だと思うってことですか。うん、それをちょっと名前をつける。遠藤さんが何度も聞いてるわ俺。遠藤さんが。その関係に名前をつけることっていうことが受胎告知だってことなんですよね。あ、はい。架空のそうですとか、ね、関係受胎告知っていうのは、はい、あなたは今から母ですよってマリアに、うん、ミハエル、あ、ガブリエルとして、ガブリエル、ガブリエルが言う、母である、代理母であるみたいな。そう。うん、あとは妊娠しましたって診断する、うんうん、なので架空のアーティストのこのプロジェクトはかなり目的が具体化されている。そういうことですよね、はい、で一方で現実のこの架空のアーティストの架空のプロジェクトがあるんですってことを紹介している遠藤さんの作品のなんか目的みたいなものって何か ありますか？ポロ、なんか具体的に。私の目的、うんうん、私の目的、多分その目的が何かはっきりすると違いがすごくお客さんに分かる気がする、その2つの違いが。で今のところ遠藤さんはこの架空のアーティストや架空のプロジェクトに対して、うん、架空っていうものを作り出したいっていう気持ちがすごく強いんだけど、うんうん、それは一方でなんか自分ではないっていう気持ちもとても強くて、うんうん、確かにその辺自分の中でかなり今混沌としていて悩んでるところでもある、うんうん、だからちょっと悩み相談みたいな感じになる、うん、なるんだけど、いいですか？あ、なんか違うんです。そのまずプレゼン形式みたいなものに対するちょっとこう変な感触っていうのはこれ作る時にあって、うん、その TEDx とか、うん、あのテントってあるじゃない、うんうん、なんかあれとかすごい見てると説得されちゃう、私とか、うん、なんか見てると、うん、ああこの人の言ってることめっちゃ正しいわみたいな気持ちに
そのなるプレゼンってだからすごいそういう強いなんかメディアだなと思うんだけど、だからなんかでこれはそのそういうちょっと強いプレゼンスタイルみたいなのをなんか取りたいなっていうのが一個あって、プレゼン、なんかね、そうでもその辺はもう一回整理しなきゃと思ってるところなんですが、プレゼンっていう表現に対する興味ってことですね。だからそういうその今まで話してたのは割とその内容の話だったけど、それを別にしたいっていうのは割とそういうちょっと形式に対してなんていうかこう考えている自分がいるというか、なんかそういうこうアーティストがなんかこれがいいって言ってるようなことに説得されるその状態にちょっとこう疑わしさを感じている自分がいて、そうなんですけど、それってじゃあなんかこう、理想的な、例えば伝え方みたいな、伝えられ方みたいなのってなんとなくはあるんですか？理想的な伝えられ方、だからテッド的な、プレゼンっていうのに疑問を呈してるってことだけど、そういう形じゃなくて、強くないプレゼンの仕方でやりたいって言ってましたけど、もうちょっと具体的に言うとそれってどういうものなのかなっていうのがちょっと気になりましたね。そう、弱いプレゼンをしたいってことではなくて、一回そういう強いプレゼンみたいなのを体験してなんか説得された後に、でもそこから説得されたなんか自分をちょっとこう引き剥がせる要素でないかなっていうのはちょっと思ったり。それは自分っていうのは聞く方、聞く側が一度説得されるけれども、そこから引き剥がされる。そう、遠藤さんは普段そういうものを見て、どういう感じになるのか確かに説得されるんですか、それとも違うとか思ったり。いや、すぐ説得されるんです。まあ、されますよね、されるペットとか見てると、ね、それから引き剥がされる瞬間っていうものに何か思うところがあるってこと。そう、そうなんです。なんか思うところがあった。だからそのこういうものに 100% 説得されて、なんか、例えば感動したりとか、よかったみたいな感じになる自分と、でもそこに疲れっきりじゃなくて、そういうちょっと湯船から上がってみるみたいなのと、なんかどっちもできたらいいなとかっていうのはちょっと あり、なんかこれをまたさらにちょっとこうフレームするみたいなことなんだと思うんだけど、でもね、そこまで全然それは何も今考えられてないというか。なんかその構造ってこの2つの世界が、そう、私が感じてる遠藤さんの作品には2つの世界があって、なんかこれも架空のものと現実のものって2つを分けてて、あとアイアムフェミニストの時にもあの構造を2つに分けて、で手前がその彼女の遠藤さんが言ったようなプレゼンをして人を説得しようとするアーティストの姿と、もう一つの部屋がそこから引き剥がされるような、とはいえなんか男性に養ってもらう女性で居続けるのはすごく楽ちんだよねみたいな会話をするっていう二つの世界があって、それそういう状態が結構遠藤さんはなんか作品としてやってみたいっていうか面白いって思うのかなって思うんですけど、なんかでもそれでもなんか例えば宮沢さんはあのアイアムフェミニスト展を見に行った時に遠藤さんに対してこの作品は遠藤さん、現実の遠藤さんとどれぐらいの距離があるものなのかって考えるから、そこに3つの世界が生まれてるんだなってか。3つ目2つ作品のそのさっきの2つの方で3つ目はあ、でもその2つに実はそんなに、どうなんだろう、なんかその2つがあることでも結局2つ目の現実の世界っていうものがやっぱり皮肉に現実の世界じゃない、いや2つ目のなんていうの
なんていうか、マジョリティって言葉は使いたくないけど、フェミニストではないアンチフェミニストの人たちの映像がアンチフェミニストの映像を作り出すっていうのはフェミニストの思考であるっていうふうに宮沢さんには鑑賞体験してたのかなと思って、うん、アンチフェミニストのがではなかったですか。はい、僕がってこと。あ、そうそう、ごめんなさい。僕がアンチフェミニスト、はい、あ、違います、ごめんなさいね。フェミニストのような部屋が入り口から入るとあって、で、こっちがアンチフェミニストアンチだとは別に思わなかったけど、アンチではないんだよね、うん、そのでもそのフェミニストとかフェミニストじゃないとかをあんまり考えたことがない。アンチとまでは言ってないのか、うん、でもノットフェミニスト、うん、そうっていう2つの世界があって、でもこれはフェミニストの作品として宮沢さんには映ったのかなって。宮沢さんの目には、それはそのはっきりとそう見えたわけではなくて、うんうん、なんだろうな、まあ、ここでその手前の部屋で遠藤さんが、まあ、演じているフェミニストっていうのと、うん、遠藤さん、遠藤舞さんっていう人の顔や体の形は一緒だから、うん、まあこう反射的にちょっとこうどうしたらいいのかわかんない、終わった直後に隣の部屋で、うん、だから変な気持ちに、あ、強いってことか。いやいや、パフォーマンス実際生身の体でしてるからっていうことだと思うんですけど、うーん、そのま、だから分かっ、その演じてるっていうことはもう全く分かっていてるんだけど、うんうん、まあ、なぜか隣の部屋に行って普通の遠藤さんっていう、うん、見て、まあ、少し第一声何を話したらいいのか分かんなくなる、うん、なことが、まあ、実際あったんですね、うんうん、だけどそれはなんか、こういうなんかこう単純に全部含めてフェミニストだと思ったみたいな感じじゃなくて、うん、さっき言ってたなんか引き上がされるみたいな表現はちょっと合ってるかなと思ったんですけど、うんうん、引き上がされかけの、部屋みたいな、うん感じはしたかな、うん、まあ、伝わるかちょっと分かんないですけど、うん、これで、いや、でも、うん、多分それを目指してたから、うん、それはなんかいい感じ、うん、そうですね、今のだから言ってたんですよ、ピンときて、タブの時もそうなのかもしれないなと思いました。タブの時ももあの、始まる前に遠藤さんがいて、うん、で、やって、終わって、うん、遠藤さんがそこに隣の部屋にいるっていう、うんうん、まあ、ただそのタブの時はもうちょっとこう遠藤さん、どっちも遠藤さんだったけど、うん、うんうん、引き剥がされ、作品というものから、うん、引き剥がされるっていうことかなかな、うん、それって。野本くんその時なんか私がこっちにいない方がいいみたいなの出てた気がするの、今思い出した。あ、それは多分なんか引き剥がされないって感じたみたいな、そういう感じだったか、うん、なんかそう言ったかもしれないです。なんか出て、外に出てくるならなんかあの天使の羽とかをつけた状態で方がいいみたいなこと言ったかもしれない。言ってた、うん、それはなんで、なんか、ね、なんか言いたいこと
の作品の部屋の中で行ってるはずだから、うん、なんか外側に出てきてる遠藤さんから、その作品の中で言っていることとかを外側に出てきている遠藤さんと話すっていうことが、うん、ちょっとずるい気が、うんうん、ずるいする説明になっちゃった説明をずるいっていうのはどういうこと？てか、こう作品を見てるだけだ作品遠藤さんの作品をしか見ることができない状態になってた方がなんか自分とまあ結構個人的な感触だと思うけど自分は遠藤さんの作品に対してこうなんだろうな自分でその距離を作れる感じがするんだけど外側に出てきてる遠藤さんっていう人がその隣に例えば座ってたりしたらそうその三角関係みたいになっちゃう気がして、うん、作品と見ている自分の間でこう考えてた方が、うん、こう自分のタイミングで考えられるっていうか、うん、そこにもう一人別のっていうかまあそっちが本当なんだけど自分としても、うん、もう外側の遠藤さんと喋ることができるとなんか余計に複雑になるっていうか、うん、自分に自分の鑑賞体験と自分と遠藤さんが喋ってることとかがなんかちょっとまあでも本当はこう情報が増えた方が考えられるのかな、うん、ちゃんと立体的にでも甘さが出るっていうかその作品に対するちょっとこう甘さが出ちゃうってことなのかなと思ったその作者と話しちゃうと、うん、甘さ、うん、なんかなんででも遠藤さんはなんでお客さんと話す時間を作ったんですか？なんで作ったのか別に意図はしてないなんで作ったんだっけなえそれはタブの時にってことですか？あそうタブギャラリーでやった時にってこと、うん単純に例えば展覧会で絵とかを展示して、うん、作者もいて来てくれたお客さんに作品について説明するでもないけどあ来てくれてありがとうみたいな感じのモチベーションなのか、うん、それとも何か意図してそういう部屋を作ったのかなんか多分自分のモチベーションとしては、うん、やった後にすぐ感想を聞きたいみたいなのもあって、うん、なんか私からなんか言うっていうよりは、うんお客さんがどう感じたかを知りたいみたいな、うん、じゃあ特にそこに意味を持たせる遠藤さんなんかお客さんに与える何か意味みたいなものなんかないってことですねでもそう、うん、意味があるとすれば、うん、なんていうかもう舞台から降りましたみたい な,、うん、なんかこっちそのワイワイ話してる空間は作品外ですみたいなイメージはある、うん、作品外、うんちょっと話変わるかもしれないんですけど、うんうん、遠藤さんって結構舞台で、うん役者みたいなこともやってたんですか？やそうですねあやったじゃあ多分その劇場で終わった後に役者が出てきて、うん、ロビーでこう喋るみたいなことって普通のことじゃないですか、うんうんまあ、でも今美術ギャラリーでやってるから、うん、か分かんないけど、うん、なんか別に俺は普通あれは普通のことだと思うしあギャラリーに作者がその場所にいる、
で、まあ、パフォーマンスであれなんであれ、うん、その後に話すみたいなことは別に普通のことだし、うんうん、反り立てて別に普通のことなんだけど、うん、バルコではそれを一つの仕組みにしたから それは分かってます。それを経験してる作家だから、うん、どういうふうに今回考えたのかなっていうのをちょっと聞きたかった。ああ、なるほど、うん、はいはいはい。あ、だタブではどうだったのかっていうこと、うんうん、そう、今回のパターンではどうしたのかなと思ったっけ。うん、でもなんかもともとそういう役者で、劇場でそういうシステムがあるじゃないですか、うん、っていうことだったっていうことではなくて、うん、まあそう、でもそういうことで、だからそこがそのバルコの時のような、うん、なんていうか作品内には入らずに、うんうん、もう本当に外の、うん、そこは別に何も 作ってないっていうような感じになってた、うん、まあ、そうですね、作ってない感じ、なんかあるのかもみたいな感じのだって演出がまだウェルカムドリンクみたいなの出されて、うん、で、飲むんでしょ、うん、でそういう演出とかも、あれは遠藤さんのウェルカムドリンクは、ウェルカムドリンクはね、いや、あそこも演出は特にな、うん、ないんだ、うん、ない、なかったけど、うん、そこ中途半端なまあでも隣の部屋に作品ありますしね。隣の部屋にそうあります。そうですね。うん。は？なんでそんな。でもある種でも引き剥がされるみたいな、うん、こうことにはなってたっていうの。でもなんであれあるような気もするんですけど。そのどういう作品であれ、うん、まあ、あのテッドであれ僕は遠藤さんの見か、感じ方とは多分ちょっと違うと思ってて、うん、すごい感情移入したりとかうわすごいって思って一回全部入れちゃうんだけど、うん、でもそんな持つわけないし、うん、その人になれるわけでもないから、うん、意識 してとかでもなく離れていっちゃう、うん、でもなんか残ってるみたいなのが、うん、まあありますね。テッドよく見るけど、うんうん、あ、なんか、ただその、バルコのやつはそれ自体をその、作者がいて、うん、作品があって、でその、まあ、俺あれなんです、あの演劇の後に演者が待ってて挨拶するのすごい嫌なんですね、うんうんうん、僕個人的にね、うん、まあ、嫌ですごいこうなんて何を言ったらいいかよく分かんなくなっちゃう、うん、でもその構造みたいなのって結構気になってるし、うん、多分みんな気になって腰どろもどろになりながら話したりしてると思うんですけど、うん、その構造自体をまあなんか取り上げるっていうのはすごい面白いなって今聞いてて思ったし思い出しました、うんうん、はい だからどうですか、セットとか見ててどうですか。あ、結構なるほどって思うよ、うん、なんか反対する意見を持ったことは、まあ、今まで見たテッドではないけど、うん、でも例えば映画とかだとすごい演出が嫌いだったりはするから、うん、か何が嫌いだ、演出が嫌いだったりするから、うん、とかやろうとしてることが、うん、エンターテインメント以外の部分で苦手だったりするから、うん、ムカついたりはするけど、そういう時はなんか入り込めないけど、うん、エンタメ以外の部分でムカつくってどういう、なんかエンターテインメントの映画として作られてるけど、うん、例えばすごくなんていうのかな、偏見を見る人に植え付けてしまうことを少し目的にしてるような映画だったりするとかなり腹が立ったりはするけど、うん、まあ、ニュース番組とかでも、うん、確かになんかこれすごいそういう感じになってるんじゃないかっていうのが自分の中で、え、何これっていうの、今回の作品、うん、作った作品がなんていうか、うん、もっとエンタメとして作った方がいいんじゃないかみたいな気持ちがちょっとあるんです。今エンタメになってなくて、うん、何にやってるえ、なんかすごいそういう啓蒙っていうか偏った思想植え付け道具みたいに
偏ったいや偏った思想植え付け道具みたいな風になってるんじゃないかってちょっと思ってて、でももっとエンタメになった方がいいんじゃないか。えそれどういうことですか、その偏った。なんか全然その偏った思想、うん、植え付け道具とエンタメは多分別のものじゃないけど、うん、なんかエンタメを利用してるから、うん、そういう、うん、エンタメそうそう利用してる。その偏った認識植え付け道具っていうのはどういう大衆ハーシュさんいいよねみたいなことだと思うけど、うん、こうなんか感動させてなんていうか。でも多分見に来る人はそうならないと思うんだけどどうかなどうかな。あていうかでもその辺っていうのはエンダーさんの中で、うん、エンデューさんの中で、あの結構決着ついてる、決着はついてないかもしれない、考え普段考えてることなのかなっていうのはちょっと、ね、普段考えてる勝手に思ってたけど、うん、どういうこと。だって作品はさ、うん、まあそういう、偏った認識を持つ道具じゃないけど、まあなんかすごいゴリゴリのフェミニストが出てきたりとか、内容は多分遠藤さん実は本当は興味なくてその形式に興味があるってさっき自分でも言ったから。いやだからそれは分かってるよ。なんか、うん、こう絵を描きたいと か、うん、なんか絵の内容について特にこれじゃないとダメってことはないと。太陽を描きたいんですみたいなじゃなくて、うん、絵を描くためのモチーフは太陽でも花でも、うんうん、まあ車でも人でもだからあえて、そういう風にやってるじゃないですか。うん、だから、偏った認識をなんだっけ植え付け道具であるっていうことも含めて考えた上でやっているというふうに、うん、まあ勝手にですけどね。ところがお客さんは偏った認識を植え付けられないかもしれないけどそういう思想を持ってる人だって思ってしまってる。うん違うだからあの遠藤さんに僕は聞いてるんで、うん、聞いてるんでっていうか、そういうふうに考えてるんだと思ってたんですけど、うん、どうですかっていう。あすうんうん、だから、今すごく心配 してたけど、うん、いつも考えてることなんじゃないかな。だってあの作品の中では結構どの作品でも考えてる。あ、わかんない。俺2つしか見てないからだけど、うんうん、バルコと、タブーキャラリーっていうのは僕が見た限りでは、まあうん、そういうことも含めて考えてるんじゃないかなと思って、うん見てました、うん、し、うん見てる人は当然こう、うんうん、その強い発言だとか、うんそういうものに目がいってしまうし、うん、記憶に残ってしまうと思うんですけど、うん、そういうことも含めてっていう、うん、そう、それはそう、はい、いつもそう考えて、うん、なんかバルコの場合はでもその偏った主張みたいなのが、うん、の正反対があったから、うんなんか総裁ってわけじゃないんだけどそのなんていうか一方でゴリゴリフェミみたいなのともう一方で無自覚みたいなものがなんかあるからいいなって思ったけど、はいはい、総裁してるんですよって言いやすいみたいな言いやすいなんかこの間みたいなことをその行ったり来たりできるように作品の中でなってたけど僕は神の子を妊娠したは一人のアーティストの主張で構成されてるから、うん、そうするとそのもう一個の行き場所みたいなものが作品の中にはなくてお客さんが自分でそういう場所を作んないといけないようになっちゃうようになってるのが、うんまあ、そうやってお客さんがそれぞれに持ち帰るのがいいんですって言えばまあそうなのかもしれないけど、うん、そうじゃなくてそのもう一個の行き場所みたいなのも作れた方がいいのかっていうことと、うん、あるいはでももっとその一つの主張でなんていうかこうやりきっちゃうっていうかその中でエンタメになるみたいなことでもいいのかな、うん、一つの主張っていうのはその今僕は考えそうお客さんが受け取るだろう主張でもそれは遠藤さんの主張ではない、うん、あ、私の主張ではない、うん、それそれって重要ですか？なんかそれ待ってそれを、うん、例えばこの主張をこのままエンターテインメントに
した時に、それ遠藤さんの主張として受け取られるんじゃないですか。エンターテインメントにした時にってどういうことですか。エンターテインメントどちらの方がいいんじゃないかっていう。あ、それがエンターテインメントと呼んでるっていう。エンターテインメント、確かにエンターテインメントってなんだろう。なんか細かく考えるより楽しければいいじゃんみたいな、そういう音楽とかミュージカルとか、ちょっと22回は割とエンターテインメントに、遠藤さんの作品よりもちょっと強いエンターテインメント性がいいものだけど、結構だからナンセンスっていうか、でも例えばさなんだろう、ちょっと待って、今の話をごめん、ちょっとまとめていただけますか。え、いや、私が今思ったのは、いや、同じことしか言えない。でも、あ、いいですよ。今、架空の、だから架空の作品の中の架空の主張、架空の主張を否定せずに、そのまま、こう例えばより強く人に植え付けるって言ったら変だけど、届けるようなエンターテインメントにした時に、遠藤さんがそれが架空、本当に架空であって、私の作品っていうのはその周りの側なんですよっていうことができないんじゃないかなって思って、ああでもどうなのかな、エンターテインメント性を強くすることで側であることを言いやすくなるのかな。でも側であるを言いやすくするっていうのは、それはつまりエンタメ批判をその中でどっかで入れるかどうかみたいなことになるのかな。エンタメ批判、なんかエンタメしすぎるとエンタメ批判になるみたいな、ベタすぎることで結構人が外から見れるようになったりはするのかなと。側ってなんですか。いや、側はこの部分のこと。この部分って聞いてる人全然わかんない。架空の主張と架空のアーティスト、架空のプロジェクトっていうものを遠藤さんがこう、絵のように描き出して、でも遠藤さんの作品自体は、てか現実の遠藤さんはこの架空ってものを作ったことが作品だと、だからその架空であることをちゃんと言うみたいなことが、ちゃんと遠藤さん的にちゃんと言えた方がいいんですか。そこはちょっと悩すごい今悩んでる。どっちでもいいんじゃない。どっちでもいいのか。でもそれってさ最初の悩みのどっちでもいいの。でもどっちでもいいとさ、ダリファン出産を奨励してるアーティストってことになる。ならないんじゃないの別に。なぜ。だって見てる人はそんなに真剣には作品を見るって姿勢に関しては真剣に見ると思うけど、真剣に見れば見るほど遠藤さんの中で考えてることと現実の遠藤さんっていうことがもうはっきり見えてくるから、見れば見るほど。それは現実の遠藤さんを個人的に知ってると見えるかもしれないけど、いや知ってなくても分かると思う。あれ、あの作りは分かる作りじゃん。あれ本当カツラとか分かるように、カツラつけてた、つけてるか。天使はつけてないけど。天使つけてないよ。でも映像いや映像の方がそれはそうだけどさ。天使カツラつけてもいいかもってすると。でも最初のわかるじゃんそんな。でも遠藤さんが天使になってる。でもこの主張を遠藤さんが本当に考えてて、そのためにあの格好してるって思うかもしれないじゃん。思うかもしれない。それは思わないじゃないっていうのとはちょっと違くない。50-50じゃない、確率は。思うか思わないか、うん、でも、揺れてるっていうことは分かる。別にどういうところから分かるか。なんだろう、それはまあ確かに個人的な意見かもしれないけど、そんなにはっきりした主張まあ、見えないのが、見えない、何の話だっけ。でも、あ、そうか、側か側の話。あ、これが
が全部嘘じゃないっていうことが分かるかどうかの話をしてる。そうそうそう。ああ、分かるんじゃないのかな。じゃあ問題ないか。問題ないかどうかは。問題っていうのはその遠藤さんがこの役だったり作品と遠藤さんを同一と受け取られがちなのを悩んでいるっていうことが、うん、その悩み、最初にもう常にその架空のってつければ解決するのかな、うん、なんかでもこの間のプレゼンでも架空のってどこに書いてあったっけ。書いてない。ないんだっけ、うん、そっか。で本人の名前と同じ名前だから、うん、架空であるというふうに受け取られる要素がちょっと少ない、うん、少ない。作品始まる前のその当パンみたいなものに、当パン、当日パンフレットとか、うんうん、とかその鑑賞する前に何かテキストでその作品の説明があるとすれば、うん、そこにその架空のアーティスト遠藤舞がとか架空のアートプロジェクトを行いますか、うん、とかやることによって、うん、遠藤舞という作者本人と同じ名前ですが、うん、この作品は架空の遠藤舞架空のプロジェクトとして作られたものですみたいなこと、うん、でもどう思うんですかその辺って。その辺が重なってることが面白いっていうふうにも思えるし、パックで、パックっていうかその、うん、側っていう言い方してて、それ作品全部込み込みで、それでも説明しても重なってはいるんじゃない。ただお客さんが、うん、その気づくか気づかないかっていうことで、気づかない方が遠藤さんは面白いと思う。気づくか気づかない、気づかないっていうのは遠藤さんは本当はちょっと違うことを考えてるかもしれないっていうのを気づけるかっていうことだと思うんだけど、うん、なんかその架空のっていうのをあらかじめ言っておいて、うん、お客さんがそれを読んでそのあ、そういうフィクション、うん、ある種のフィクションをこれからやるのねって認識したとしても、そのフィクションの中にお客さんが入っていってその体験してしまうと、うん、体験自体はなんていうかフィクションではないから、うん、そのなんていうか言ってもなんていうのかな、いいのかなという感じはして、あ、入り込めないんじゃないかみたいな、入り込めないそのことはないんじゃないかって思ってる今。入り込めないことは、そう言っていてもってこと、うん、うん、なんか映画で例えばこの話はフィクションですっていう、なんか例えば最初になんかアナウンスとか出てきたりする、その実際の人物設定はその実在する人物は関係ありませんみたいなテロップが出た後に映画が始まって見るとか、そういうなんかこういうあのテキストってつまり映画をこう格好入れするためのテキストとして多分必要なんだと思うんだけど、そういうこと言われて映画を見たからといってその映画にのめり込まなかったみたいなのっていうのはなんか言わないとは関係ないところにある。まあメディアが違うからって、うん、とかその映画のなんか内容の出来とかによってそのお客さんがそこに没入するか、あるいは全然乗れないかっていうのは決まるから、なんかそのかっこ入れ作業に関してはなんていうかそのやった方がいいのかなという感じはちょっとしました。それはでも、じゃあ一言書けばいいのかな、うん、だけで書けるのかなって今ちょっと思わないけどそっか、一言書けばいいのか。名前遠藤舞の遠藤舞のおにゃららみたいになるってことだよね、になってる。それを言われた時の混乱は作品を見た時の混乱より大きい気がする僕は。ああ、マルコ、マルコじゃないな、タブギャラリーではそうだった。タブギャラリーの時はそういうことは知らずに、うん、そういうことはっていうか、ああ遠藤さんがそういう姿勢でやっているってことは知らずに見てたから、こんにちは、アーティストの遠藤舞ですみたいな最初に言うんだよ、うん、そこから僕はみたいな感じで自分の紹介をこの主張をするから、だから遠藤さんが
主張していることのようにお客さんには受け取るっていう仕組みには仕組みっていうか表現にはなってるだから、まあ、表現だからね。表現っていう時点でもう現実物として見ない普通。現実何？もうその素のものとしては見ないじゃん。表現いやでもそんなでもレクチャーだって表現だから。そんなきっぱり分けるっていうか。でも本人がなんていうかその主張を強く伝えたいと思ってるのも表現だから、それがフィクションかノンフィクションかっていうのは分けるわけじゃないと。でも僕はとか言われた時点で、うん、ちょっともう別のチャンネルになる。そこで起こっていることは、うん、そうだね。なんか私はそれはやっぱ私も遠藤さんのこと個人的に知ってるからそういうふうに見えるけど全く知らないで見た場合に、うん、なんだ結構揺らいでしまうのかなっていうのがあって、うん、なんか初めて見る人にも同じように受け取れるものの方が、うん、遠藤さんの作品はいいんじゃないかなって思って、うん、じゃあブランクラスで今度やる時も入り口に何かその全容フラットにする仕組みがあった上でイベントやるとかがいいかも、うん、初めて会った人がさ、なんか1時間後ぐらいに出産したら結構びっくり、なんかトラウマで、本当に起こらないのかもしれないけど、うん、すごい、ちょっと僕から全然進まない、うん、いいですか、うん、時間的にはあそうですね、あと10分ちょっと僕からちょっとだけ質問してもいいよ、うん、2人、はい、今日、まあ、放送室っていうことも含めてやってるんですけど、うん、なんか今日初めてこう川口さんとアーティストのやり取り、うんまあ、お二人のやり取り聞いてて、うん、あこういうふうにイベント作ってるんだなと思って聞いてたんですけど、結構こう作品に対して入っていくっていうし、うん、まあなんだろうな部分は結構あるなと思ったんですけど、うん、結構それはいつも意図してやってるんですか？意図してやってます、うんうんうん、結構意識的にやってる。まあでも割とそのまあ私の話をするならば、うんうんうん、まあアーティストによって結構違う関係性の築き方をしてる。はい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 、なるほど、うん。なんだろう割と。なんだろうちょっとしたなんていうかそれってどうなんだろうっていう相手のこう相手はこうしたいなっていうことに対して、うんうん、私がわからないことを聞いた時に相手がそれで結構思考がストップしてしまうアーティストに対してはあまり聞かないで、うん、やってもらう中で作っていった方がいいなっていうアーティストもいるし、うん、でも遠藤さんの場合は結構、はい割と遠藤さんが相談があるんだけどっていう風な言い方をしてくれるので、うんうん、すごくなんていうか直接的な反応を示しやすくて、うん、で割とこういう会話で、打ち合わせをさせてもらってます、うん、なるほど、うん、なんかこうただ呼んで、うん何かただやってもらうっていうだけじゃなくていつもこう、うん、川口さんがまあ寄り添ったりとかする形でイベントが行われるっていうことの方が多いなと思うんですね。これまでの。あ、これまでも。うん。なんかまあなんか独特な感じもあるのかなと思いながら見てたんですけど、でも今日はすごいあれです。こういう話し合いをしてるんだと思ってちょっと。なんかでもそれがいいことなのかな。いや、それいいこと悪いいいこと悪いこととか全然。なんか抜きだけど、ね、俺にも分かんないですけど、いいこと悪いことそう、うん、っていうちょっとまとめちゃったよ止まってんのとかすいません変な途中で入れてしまったんですけどじゃあ、はい、まあでも今まで話したことを踏まえて、うん、でちょっとまた次回に持ち越しし
でもなんか今結構4人で思うことをいっぱい話せたからすごい参考になるし、これから例えば何か表現を選んだ時にもこの会話があるから、なんだろう、その表現に対して結構強くなれたらいいなって思います、うんうん、僕はあの遠藤さんにこういう形でちゃんと作品の話をするの初めてだったんで、すごい楽しかったです、うんうん、私もあの楽しかったですていうかそう、私やっぱりそう川口さんとその今回作るの 2回目になるのか、うん、はい、でその前回もそうで、川口さんはやっぱりすごいいろいろ言って、あのテラスハウスのやつ、あ、そうそう、テラスハウスっていうというか、まあ、アルコのテラスハウステージを、あ、あれも、そっか、川口さんが企画は川口さん、だからこう、はいはい、まだ全然その固まってない段階でもやりたいことがちょっとあって、うん、それ話した時にやっぱりそれだとこう弱さっていうか、その中の突っ込みどころみたいなのを、うん、私が気づかない部分をその指摘してくれたりするから、うん、なんていうか、まあ強度が出るなと思っていて、だから今日の話し合いもなんかそういった意味でなんかみんなからその、うん、私だけでは考えられないその突っ込みどころみたいなのをもらえて、とてもありがたい、うん、僕自身は結構ドキドキして、うん、そのなんか作品に影響を与えてしまったらどうしようみたいな、僕はね今日初めて参加した、でもかなり影響を与えられてしまった、責任感じちゃうじゃん結構責任取れないし、あの撮影してもらう、まあそうだけどそれは全然別の話だでも遠藤さんの作品いろんな人に影響を与えられながら作られていくような印象があって、うん、そうなんですね、そこもすごいアーティストとしてすごい面白いなって思ってます。なるほど、影響を受けやすい、うん、はい、いいんですかね、今日はこんなところでですね、ちょっとこれ何考えようっていう感じで、いやでも、そうね、まあちょっと中身の内容、その出産までみたいなことのちょっと具体的なのを、うん、今日、まあこれから友達、最近出産した友達にちょっと会いに行って、そうリサーチをしに行って、うん、そのさっき野本君が言った、うん、なんか産むまでどういう、なんていうかこう予定立ててたかみたいなのはちょっと聞きたいなと思ったのと、うん、あとでもなんかリテイクっていうことだったらもう結構それが何であるかっていうのが分かった状態でお客さんが参加するから、うん、すごい結構好きなことができるような気がしました、うん、なんか現実に根ざしたものでなくて全然いいっていうか、あ、なるほど、うん、それともなんかリアルさみたいなのを求めるのだったら別なのかな、うん、あとリテイクって別のアーティストの名前を出してしまうけど、うん、小泉三郎さんの何回も俳優に演技をさせて、うん、はいはいはい、特攻隊に出演しますみたいな、うん、あれを何回もやらせることで俳優がどんどんちょっと洗脳されていくじゃないけど、うん、ガチな感じに表情とか声とかも出てきて、うん、なんか涙とかも出てきちゃうみたいな、ゲロ吐いちゃうでしょ、うん、あ、そうだっけ、あ、そうなんだ、なんかそういうものも思い起こされて、うん、でもあれはどちらかというと現実に近づけるためのリテイクだったと思うんですけど、うんうん、確かになんかそうリテイクを何回もする可能性は今私もちょっとあって、その出産のシーン何回も繰り返すみたいな、うんうんうん、なんかそれはちょっとその去年高田冬彦くんの作品で牧神の午後っていうのに、うんうん、そのお手伝いで参加したことがあったんだけど、うんうん、あの時にそれもちょっと明朗さんのその吐くみたいな経験となんかちょっと似てるなと思って、そんなに結構過激だったんですか、過激で最後本当に私ゲロ吐きそうになって、なんかでも楽しそうに踊るような風景を作りたかったみたいな、そういう感じじゃなかったでしたっけどうなんだろう、なんか実際やったのは、うん、その高田くんがその公園で、うん、まあ、牧神の格好をして、うん、で周りに妊婦の格好した人たちが、うん、まあ、数名いて、うん、で高田くんをこう持ち上げながら、うん、その妊婦たちがなんか戯れに高田くんをいじめるみたいなのをやって、うん、でそれを高田くんは自撮りしながら、うん、なんか痛いけど気持ちいいみたいな感じで、
自分を撮ってる。もうそれをずっといじめ続けなければいけないみたいな。そうだから一回やって、でみんなでその映像を見返して、これだとまだいじめ度が足りないから、うん、もっと顔を草にこすりつけてみたいなとか。長時間だったんですか？うん、4、5時間ぐらいかな。途中休憩挟んだりしながら、でそう、もっと声出して次やってみようみたいなのやっていくと、まあ、だんだんみんな本当にいじめ度がこのようなピックアップしていって、すごい。でそれがこうなんて肉塊みたいになってるから、みんなでこうよいしょして、なんかみこしみたいな感じで、すごいみんな近くて、なんか人間の匂いがたくさんするから、もう気持ち悪くなっちゃって。最後何回ぐらいやったんですか、リテイクは？その時は何回やったかな。2日に分けてやったんだけど、1回にどれぐらいやったのかな、分かんない、分かんないぐらいやった。じゃあもしかしたら今回のイベントも吐きそうに、お客さんがみんな吐きそうにやってもいいのかもとか。面白そう面白いのか、なんかねすごそう。でもそれぐらいやった方がその出産っていう経験がなんていうか、こうより強くなるのかなと思ったりとか。どうしたらそこまでのことが、なんか遠藤さんは何回も出産をするっていう演技をするから結構ハードだけど、周りのお客さんで、肉体的なハードさ、結構ハードさを負荷をかけるっていうのはどうし、何かできたらいいですね。みんなでお腹を押すとか言ってるけど、わからない。なんだ、遠藤さん持ち上げて、や、なんだっけ、あの釈迦が生まれるときに釈迦のお母さんが金使われて、うんって、え、一人で産んだんだけど、ポンポンって金使われて、ポンって生まれるんだけど、その木をお客さんがやるとか遠藤さんがぶら下がってみんなで、でもキリスト教と仏教でちょっと違うけど出産の形も、なんかさ、大勢の人が見守る中で出産をするってことは結構普通なんですか？あ、出産としては、出産する時の形として、あ、普通は旦那さんと、まあ、家族、なんか一般的に思い浮かべるのは身内の人が、こういうことはなんかこう寄り添うみたいな、結構プライベートなものに近いような状態だけど、イベントみたいにしてた時に誰が来るか分からなくて、で来ている人たち同士ももしかしたら初対面の人たちがいてっていう中 でそういう人たちが、一緒にその人の出産を見届けるのか、それともなんかこうちょっと個室みたいなの分かれてて、一人ずつそれを 見るのかとか、なんか待ってる人たちのなんか声だけ聞こえるけど、ここで何が行われてるかは自分の順番が来ないと分からないっていう、ちょっとこう不安感みたいなことを作り出すみたいなことはなんかちょっと想像できるけど、こう、そっか、出産自身を作品化すると、ってこと、その全員が見るみたいな、なんか全員が見るのでも違うし、本当にこう一体、遠藤さんと一対一でなんかやるのもなんか違いそうだしとか、なんかいろいろできそうとは、それに関しては、ところかな。はい。最後も何かやるんですか。最後？うん。あ、終わりの音楽？うん。いつもやってない。いや、いつもはじゃあこれにてバイバイみたいに言ってるんですけど。じゃあバイバイ。なんかお休みの合図みたいな。お休みの合図？何何？確かにこれ聞いて寝る人とかいるかもしれない。じゃあお休みの合図考えてください。木琴。木管ふわーみたいなやつですか。
違うでしょ。なんだっけ、なんとかベルでしょ。なんかえ？何それ？え、70万？あれでもこのこれでやってるやないか。あ、でもあれ鉄筋でやってる。じゃあ焦点でしょ。皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。さよなら。さよなら。